パヴァイスカスの戦いは、ジ g ー,ーマンタスケース・トゥダイティスと、守備リガイラとの間で起きた、リトアニアの内戦の段階で1435年9月1日に起きた最終的な戦闘である。この戦いでは、ジ g ー,ーマンタスの軍勢が勝利を収めた。1430年10月に、リトアニア大公、ビータウタスイ大公が死んだ。リトアニア流子系貴族は、 ビータータスのいとこにあたる守備取りイらを新たなる対抗位につけた。ポーランド・リトアニア合同の布告に従うならば、リトアニア流守国家の貴族は、対抗選出の際には、ポーランドとの間で意見を調整させる義務があった。守備取りイらの兄である、ポーランド国オブ・ワディスワフニセ世やギエゴは、ビリニュスを訪れて、弟を時期対抗とする布告に同意した。これと時を同じくして、 同年の秋に、ブワディスワフ2世と、シュビトリガイラとの間で、ビータウタス没後に、ポーランド貴族が1411年の和平。シュビトリガイラは、ブワディスワフ2世をビリニュースに拘禁してリトアニアは、ポーランドに属しないことを宣言して、ポジーリャ西部の返還を求めた。最終的に、ブワディスワフ2世を解放して、ポーランドへ帰国させるやシュビトリガイラは、戦の準備を始めた。 守備取りがいらは、ドイツ騎士団、ジョチウルス、モルダビアとの間で同盟を締結し、新生ローマ皇帝ジミスムントフォンルクセンブルクから、リトアニアルーシ国家の王号を得るという約束を取り付けることで同国との結びつきも深めた。1431年にポーランドとリトアニアルーシとの間で戦闘が勃発した。ブワディスワフ2世率いるポーランド軍は、ボルイーニに遠征して、 ボロディーム・イルボルインシキーを占領し、だが、ルツクの城塞への襲撃は、不成功に終わり、ドイツ騎士団がポーランドへ侵入したことからブワディスワフ2世は、シュビトリガイラとの間で2年間の休戦を結ぶことを、余儀なくされた。シュビトリガイラが己の支配権を確立するために、リトアニア貴族に頼ったのと、同じくルーシ貴族に頼ったことは、1413年の合同で特権を 1432年に、リトアニア貴族は、ポーランド貴族の支援の下でクーデターを行い、結果、ビータタスの弟であるジーギマンタス・ケース・トゥタイティスが、新大公となることが宣言された。リトアニア貴族は、ジーギマンタスを承認したが、ルーシ貴族は、守備取りがいらを支持してルーシ大公の地位に据えた。これにより、リトアニアルーシ国家リトアニア大公国と、 中シ対抗国に分裂するはめになった。戦闘は同年の12月8日にアシュマニ付近にて勃発して、ポーランド・リトアニア軍を主力とするジーギマンタスがシュビトリガイラ軍を撃破した。1433年の1月から2月にかけてリボニア騎士団と同盟したシュビトリガイラ軍はリトアニアの地を通る的的に荒らし回った。 同年の夏にシュビトリガエラリボニアキシダの連合軍は再びリトアニアを荒廃させてジー e マンタスが有する東方領土の都市を占領した。1434年にジー e マンタスはカトリックのリトアニア貴族と聖教徒のルーシ貴族を同等に扱うという特権を交付することでシュビトリガエラ側にいるいくつかのルーシ貴族を自衛に願いらせた。翌1435年に 守備取り外らは、最終決戦を行うことを決めた。戦闘図、守備取り外らとジーギマンタスの軍勢は、千四百三十五年の八月二十九日から三十日に、かけてシュ主ントイ側のビル。守備取り外らは、6000人の対抗直属の戦士、文法校からなる五十以上の新衛兵、三千人のリボニア騎士団、軍、千五百人のボヘミアタボルハの軍勢、五百人の タタール軍からなる1万5000の兵力を有していた。この混成軍は、守備取りイラ、その追いにあたるジーギマンタス・カリブタイティス、リボーニア騎士団総長フランク・キルス・コルフの3人の指揮官が率いることとなった。3人の中で軍事的能力を有していたのは、フス戦争に参加した経験のあるジーギマンタス・カリブタイティスのみであった。他方、 ジーギーマンタスケース・トゥダイティスは5000人のリトアニア軍を動員して、息子のミーコラスに指揮権を委ねた。ポーランドは、ク部コビランスキーを王朝とする4000から12000人の援軍をジーギーマンタス側に派遣した。ポーランド部隊を率いたク部は、ジャリギリスの戦いやドイツ騎士団との大戦争に参加したことのある、実戦経験の豊富な指揮官であった。 8月29から30日にかけて両軍はビルクメルゲ要塞から9キロメートル離れたシュベントイ川付近に陣取った。2日後に次軍が置かれている場所が不利であることを確信したシュビトリガイラは陣営をビルクメルゲ付近に移動させることを決めた。シュビトリガイラとその軍勢が移動を開始した時にポーランドリトアニア軍は二手に分かれていたその軍を奇襲した。戦闘は 守備リガイラ軍の完全な壊滅という形で幕を下ろした。守備リガイラ自身はポラツクに落ち延びることに成功している。リボニア騎士団総長フランク・キルス・コルフ以下の元帥、及び騎士団員の大部分は打ち死にした。ジーギ・マンタス・カリブタイティスは重傷の状態でこの戦いでは他にもムシチスラコやヤロスラバス、フィオドラス、キエフ公ボロバン・ミハイロセメノビチ、 ウヤアッムスキー公、ミハイル・リボビチ、ダニエリウス・シメオナ・タイティス・アルシェニスキス公も、討ち死にしている。42人の公が捕虜となり、その中には、守備取りがいらんの、イボアニ・キエフ公・ウラディミラスの息子で老いにあたるイバナス、と、同じく老いにあたるジー・ギマンタス・カリブタイティスの兄である、テオドラス・カリブタイティスがいた。パバイスカスにおける、勝利の後に、 リトアニア軍が守備リガイラの領地に向けて進軍して、GE ーーマンタスが、リトアニアとルーシの対抗に収まったことで、リトアニア、ルーシ及びジェマイティアの対抗意をめぐる争いに、終止符が打たれた。キルスコルフ総長が死んだことで、リボニアにおける、騎士団の立場は大いに揺れ動くこととなった。リボニア騎士団は、守備リガイラとの同盟を破棄して1435年12月4日に、 リボニア連盟結成に関する合意条約を締結した。12月31日にはドイツ騎士団とポーランドとの間ではブレストクヤフスキー条約が結ばれている。パバイスカスで自軍が壊滅したシュビトリガイラの手元には兵力も同盟者であるドイツリボニア両騎士団及び自身の支持母体であるルーシ諸公も残っていなかった。シュビトリガイラはキエフ、チェルニーヒ ボルイーニの地を掌握することには成功し、タタールの支援の下でブラツラブシーナを占領して、ポーランド・リトアニア合同に対抗はしたものの、その見込みはすでに皆無であった。1436年から1437年にかけて守備トリガイラは、ポーランドに対して自身は、キエフ、チェルニヒーウ・セーベルスキー並びに、ブラツラブシーナを所持する一方で、ボルイニは、ポーランドに入し、 さらに自身の死後にはその領地はすべてポーランドの保護領として引き渡されるという和平案を提案することでポーランド・リトアニア合同の分離を試みた。しかしポーランドはジー e マンタスの反発を予想して和平案を蹴った。これにより守備取り外らはワラキアに亡命することを余儀なくされた。1440年に ジー・ギー・マンタスは、リトアニア貴族たちの陰謀によって殺害されたことで、リトアニアルーシュ国家に帰還したシュビトリガイラは、再び対抗意を請求した。しかしながら、リトアニア貴族は、ブワディスワフ二世の次男であるカジミエラス・ヨガイラ・タイティスを、リトアニア対抗とする布告を出した。守備鳥ガイラ及び、ルーシ諸侯を解除するために、カジミエラスは、守備鳥ガイラには、ボルイーニ・トゥーラウ、 ホメリオ、その老いであるアレクサンドラス・オレルカには、キエフとブラツラブシーナをそれぞれ変換している。戦闘が起きた平原の平原であるにて、g ーマンタスは1436年に教会を建てた。ありがとうございます。